どうも、こんばんは、NMです。今回は東京グールリインボークメンテナンスが明けまして、プレミアムガシャに新しいキャラクター微妙につらい古田二村が来てますね。早速キャラの詳細の方を見ていきましょう。やっとですね、古田二村実装されました。プレイアブルキャラクターで、でアビリティの方がアタックポイントアップのプラス4ですね。 HP が1000アップの、攻撃力アップダブル S マイナスで600アップしてますね。で武器耐久値がプラス4で、流血の迫撃ダブル S マイナスですね。トリプル S マイナスがオールだったんで、こいつはダブル S でちょっと あれですね、ワンランク下がったダブル S マイナスで、それでも 1.6 倍だからね。でステータスの方が、HP が8412、ちょっと低めなんだけど、攻撃力はまあ普通に1000超えてるんだよね。 でもねこれ防御力が低いんだよな、386って。まあでもプレミアムキャラならまあまあこんなもんなのかな。で、スキルが3ターン内だ敵前衛の攻撃力を 0.5 倍、これめちゃ強ですね。で、流血状態に、これも確定ですかね、3ターンの間。かつ、敵前衛に攻撃力 1.5 倍の6年ダメージということで、まあまあいいんじゃないですかね。攻撃力を下げつつ確定で、あれですね、流血させるっていう。ちょっと 3D キャラの方見に行ってみようか。で、今回もこれ確定枠は設けられてるんで、ステップ3かな ?3 枚、30連で1体確定なのかな。いいね。6点フォロー持ってんじゃん。これ6点フォローだよね。で、まあ今回あの確定枠まで引いてもよかったんですけど、まあプレミアムキャラなんでね、まあいずれ当たるだろうということで、10連だけで勘弁してください。もう意思がないんです。はい、ということでいきましょう。まあ今月はフェスも一周回しちゃったしね、石のセールも買っちゃったしさ。さあ SR はやめてくれ、頼む。まあこういうことだよな。ということでですね、今回は古田二村、ついにプレイアブルキャラクター、まあプレミアムなんですけど登場しました。いつかねフェスゲンにも来ると思うんで、その時は確定枠まで回していきましょう。というわけでお疲れ様でした。今回とまあ思ったんだけどね、まあ10連だけ引こうと思ったんだけど、まあやっぱ確定枠まで回したいんで、スキルがねめっちゃかっこいいんだよ。これあの公式がさ、ツイッターで上げてるスキルの動画見てもらったらわかるんだけど、めっちゃかっけえの。だからとりあえず確定枠まで回して取っておきましょう一体。いやめっちゃかっけえんだよ本当に。まあここで出てくれたらここで終わるけど、めっちゃかっけえな。ロッテンフォロー振り回してこれザン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 みたいな、まあ見てくれたらわかるわ。まあグルだから違うね、ノロさんということで。じゃあ確定枠回していきましょう。もう石が73個か。そろそろ2周年。でもね、1周年の記念のイベントが来なかったからどうなのかなと思うんだよな。2周年来んのかな。2周年来たら来たらごちゃごちゃ言われそうだけど、さあどれだけね。まあ来週占領戦また始まるけど、来週の占領戦の半ばぐらいが2周年なのかな。おっと、なるほど、待ってくれよ、待ってくれよ。ハイセか、ハイセ促進剤使ってやったって、マジでよ。立場上戦いますね。なるほどね。ねえこれさ見て、これハイセと古田がさ、こう一体ずつ同時に、まあ古田は確定だけど、ハイセがここで来るってちょっとあれじゃない、感じない。運命力。というわけでですね、今回古田二村プレミアムのキャラ久しぶりに確定枠まで、ていうか初めてじゃないかな、プレミアムキャラで確定枠まで回したの。ということでですね、まあフェスゲンで登場するのは、まあ、まだまだ先だろうということでね、まあ今回は確定枠まで回しました。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。